こちらはアーノルド。今日はどちらが強いのかを決める時だ。アーノルドと RPG だ。まあ RPG が強いことが分かったね。ご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくね。ちょっと待て、ちょっと待てよ。おやおや、アーノルド、おめでとう。君は死んで天国に行ったんだ。列に並んで聖ペトロが中に入れてくれるのを待つんだ。おお、居心地が良さそうだね。おやおや、すごいな。見ろよ、ジョン・レノンだ。いや待てよ、あれはイエス・キリストだ。ここには歴史上の偉大な芸術家が描いた神様の絵が飾られているね。古代の人々は神はとても恐ろしくて血に飢えていると信じていたんだ。例えばアステカの人々は雨を降らせるためにウィチロポチトリという神に人々を犠牲にしていたんだ。古代ギリシャの神々は人間の性格とか自然現象を擬人化していたんだ。残念ながらキリスト教ではイスラム教の天国と違って72人の少女は手に入らないんだ。でもほら見ろよ、ジョン・レノンだ。いや、イエス・キリストだ。さあ神様とご対面だ。彼は多くの名前を持っている。創造主、エホバ、アドナイ、ヤーベ、神。おや、静かに寝てらっしゃる。彼のものには触らない方がいいぞ、アーノルド。おい、何考えてるんだ。入っちゃダメだ。ここは全世界のコントロールセンターだぞ。何も触るなよ、アーノルド。これはまずい。過去数世紀にわたって世界の宗教的な信仰は低下し続けている。神様は世界で最も人気のある存在でもあり、多くの憎しみを向けられている存在でもある。アーノルド、神を気取るのはよせ。人間がこの役を演じるには欲望が強すぎるんだ。歴史上たくさんの例があったけど、どれもひどい結果に終わっているんだ。アーノルド、やめろ。冗談じゃ済まされないぞ。ほらな、全てが狂ってしまった。狂信的な信仰というのは常に戦争につながるんだ。ほら、現代の十字軍が始まってしまった。アーノルド、手遅れになる前にやめろ。私の話を聞いてるのか。ギリギリセーフだ。おや、神様、これは実は、あなたがここにいてよかった。なんだかやばい雰囲気だぞ。おや、君の上司は君が昨日クリスを殴ったと言っている。それからジェイミーの机にゴミを捨てた。さらにミス・ウォレスに嫌なことをした。もちろん君は何も覚えてない。君の同僚もそんなことは気にしちゃいない。逃げた方がいいぞ。もう終わりだ。最後に別れを告げておくんだな。これが始まりだったんだ。何かが目覚めたんだ。頭を強く打ったことでジェイコブが目を覚ましたんだ。これはアーノルドの別の人格だ。科学的に言えば分身であり、解離性同一性障害と呼ばれる。この病気になると別の人格が患者の体を完全に支配下に置くことになる。この障害の原因は子供時代のトラウマであることが多い。子供はショックが起きた時に記憶を遮断して自分を別人だと考えるようになる。ジェイコブは臆病なアーノルドとは違って劣等感に悩まされることは全くない。大胆でしかもセクシーだ。普段は他人に興味を持たない人でもつい興味をそそられてしまう。だが問題が一つある。ジェイコブは東ネパールの言葉であるドゥーミー語しか話せない。別人格は本人とは全く別物だ。話す言葉、人格、性別、年齢、国籍、さらに IQ も違う。かなり変わったケースでは別人格は動物になったり、とても宗教的な人間だったりする。別人格がどれだけ多いかはアメリカの犯罪者ビリー・ミリガンによってよく知られるようになった。彼はなんと24の人格を持っていたんだ。ビリーは裁判で無罪になった。別人格が犯した犯罪について彼自身は全く知らなかったからだ。アーノルド、自分がしたことをよく見るんだ。どうやら心理療法を受けるようだね。だが人格の分裂というのは統合失調症ではないし、治療法も存在しない。おや、これは何だい。彼女からのメッセージだよ。今すぐ来てほしいって言ってるよ。
アーノルドの中の人格は一人で十分だ。やっと終わったようだな。わかるか？君は別人格をやっつけたんだ。なんでこんなものが必要なんだい？マインクラフトのリアルバージョンを作りたい。朝飯前だ。マインクラフトはテトリスの次に世界で売れたゲームだって知ってるかい？最初のバージョンはたった6日で作られたんだ。それでマインクラフトとリアルの生活のどっちがいい？人生があまりにも困難に思えるときにイージーモードを選択することができればそれは間違いなくクールだ。ここでは怖いものも上も何もないからね。でもそれは本当に面白くない。サバイバルモードにしよう。現実の生活のように行動しなければならない。食べ物を見つけて家を建てて自分を守ってレベルアップするんだ。もちろんゲームではもっと簡単だ。ツルハシ一本で空中に浮かぶ木を切り倒すことができる。それに数秒間岩を割るだけで石を手に入れることができる。ここでの1日はたったの20分だ。それからその哀れなピクシブの顔でさえ誰かの注意を引くことができる。好きなだけファーストフードを食べても太らない。それがいいところだ。1年中いつでも快適に過ごせるし服も買わなくていい。それに家の中でゴミ箱の代わりにサボテンを使うことだってできる。どんなものだって消せるんだ。飽きたら羊の名前を変えればカラフルにキラキラする。そしてそう、ここでは道で羊に会うだけでいいんだ。これはマインクラフトだ。もう帰る時間か。そうだ、忘れてた。家が盗まれたり壊されたりするのは簡単なんだ。ゲームオーバーか。現実に戻ってこいよアーノルド。かわいい相棒。ほら、誰もお前の家を壊したりしない。だけど君が遊んでる間に泥棒に入られたんだ。さようならアーノルド。寝落ちしてケチャップをこぼしたのかい？おや、生理じゃないか。でもどうして君に生理が来たんだい？はっはぁ、君はインターセックスだね。実は思春期に性器が変わる人はおよそ 2% いるんだ。ビリヤードの球がポケットになったり、その逆もある。どうして写真を見せてくれないのかやっとわかったよ。それで君は男の子？それとも女の子？性別は3つの方法で決まる。1つ目は体に備わっているホルモンだ。女性ならエストロゲン、男性はテストステロンだ。2つ目は遺伝子。 XY の染色体なら男性、 XX なら女性だ。3つ目はジェンダーで、これは君がどう感じるかだ。これは生まれつきじゃなくて生きてる間に決まるんだ。早速洋服を変えるんだね。これで君の内面と外見が一致したわけだ。もう少し改善した方が良さそうだけどね。君の人生は大きく変わるよ。男性も妊娠できるんだ。例えばトリスタンとビフというオレゴンのカップルがいる。ちなみに最初の男性の妊娠もオレゴン州だ。オレゴン州の皆さん、どうなってるんですか？スージーが興味を持ってくれてるよ。ラッキーだね。外見は女性でも男性のように振る舞うことだってできるんだよ。長年の夢が叶ったね。スージーと一緒になれたじゃないか。おや、カウンターにいる男性が気に入ったのは君だよアーノルド。スージーの方だね。君は安全だ。スージーは何か言いたげな目だね。見た目がどうであっても大切なのはどう感じるかだ。ここでワープ。すごく大切なサッカーの試合が君の足にかかっている。君はロナウドだ。そっちじゃない。これはブラジルの選手のロナウドだ。君はゴールデンボール5回受賞のポルトガルのプレイヤー、クリスチアーノ・ロナウドだ。さあ決めるんだ。まあその体じゃそんなもんだろうね。ファンたちがとても怒ってるから早く逃げた方がいいよ。君にはとても大きな家があるからそこに逃げ込むんだ。アーノウド、ここはお手伝いさんの家だ。君の豪邸はもっと先だよ。
その豪邸にはお手伝いさんだけじゃない、ジム、スイミングプール、ビリヤードルーム、スパ、それから週刊誌に絶対見つからない秘密の入り口が2つもあるんだ。アーノード、どこにいるんだ。やっぱりここか。ロナウドの体脂肪率はわずか 7% しかないこと想像できるかい。彼は35歳だけど、生理学的な測定によれば彼の肉体は23歳だと言われているんだ。クリスチアーノの1日の消費カロリーは約3000カロリー。これを6回に小さな分量で取るんだ。君も同じことをやってるけど全く動いてないよね。本当に全てがそんなに簡単だと思ったのかい。クリスチアーノは地球上で最も人気のあるインスタグラマーで、2億5000万人のフォロワーがいるんだ。これはヨーロッパの人口の 34%、 アメリカの人口の 76% に相当するんだ。現実の世界では会えないからインターネットで会おうとするんだ。どうやら場所を知られてしまったようだ。この家から逃げる時が来たよ、おバカさん。そう、ここが君のガレージだ。マクラーレン・セナ、ロールス・ロイス、ファントム、ブガッティ・シロン、ヴィロン、そして700万ドルのフェラーリ599。よだれで滑るなよ。600万ドルの豪華な27メートルヨットに乗って航海しようか。どうやら危険な目から逃げることができたようだね。アーノルド、見ろ。あまりいい状況ではないようだ。こちらはアーノルド、またまたトラブルに巻き込まれたみたい。アーノルド、バカな真似はやめるんだ。隣には億万長者の大統領がいるんだ。彼に聞けばいい。ところで、どんな条件だったんだい？トランプにおもちゃにされるのは君であって僕ではない。君はこれから丸一日大統領になるんだ。どうしておもちゃになるのかって、これを見ればいいだろう。ポテトチップス、ハンバーガー、コーラの山だ。死にたいのか？エッグマックマフィンとコーラを朝ごはんに食べたら、セキュリティサービスとミーティングをして書類にサイン。ああ、書類が台無しだ。外に遊びに行こう。君は大統領専用車を待っているところだ。防弾で爆弾にも耐える全く同じ車が12台用意されている。それはいい。すぐそこまで送っていくよ。さあ、昼食の時間だ。どでかいピザにケチャップをたっぷり、それにチョコレートミルクシェイクだ。どうやら退屈したみたいだね。緊急事態宣言でも出してみたら？キム・ジョンウンにちょっかい出してみようか。そうだな、すべてのアメリカ国民はアーノルドにお任せに登録しなければいけないという法案はどうだ？無事に帰ってきたね。今日のディナーはケンタッキーとコーラだ。トランプのこういう食事はイメージで、実際は違うらしい。だから彼は年収1ドルでこの仕事をしてるんだね。報酬は彼の給与だって？なんてバカなことを。で、1ドルをもらったけど、トランプの元の給料の4万ドルの税金を払わなきゃいけない。そのことは連邦政府に密告するそうだよ。アーノルド、どっちの腎臓を売るんだい？アーノルド、大変なことになった。映画デビルズダブルを覚えているかい？お金持ちの少年が別の少年を影武者にして、自分の代わりに危険なことをやらせたり、打ち合わせに行かせたりする話だ。というわけで今回は知り合いを助けてもらう。一日キム・ジョンウンになってもらう。想像できるかい？2500万人が君に忠誠を誓い、君を崇拝して熱狂するんだ。本当のことを言うと、人民には他に選択肢がないんだが、ここでは誰もが普通にやっていることが、その国では君だけが許される。例えばヨーロッパのデザイナーが作った最高の服を着たり、ヌテラを食べたりすることだ。君が国の重要な仕事をしている間、武装した兵士の部隊や電気柵や地雷原で厳重に守られる。君のいる建物はたとえ核爆弾が爆発しても安全だ。
専用の走行列車は君の家から直接乗れる。この列車の速度は時速60キロ以下だ。これは列車が走行盤に覆われていて非常に重いからだ。今日1日だけ全ては君のものだ。ご覧の通り、今年の収穫はかなりひどい。1000万人が餓死する可能性がある。おそらくね。でも、まだ1500万人が残る。国家の最重要機密を確保した。仮設トイレは総書記だけが使用できる。尿と便のサンプルが集められて、君の健康状態を監視する。だから、スパイも君の病気を見つけることなんてできない。この街で一番高級な部屋を君だけのために用意した。チェックアウトしたら、総書記がここに泊まっていたなんて誰にもわからない。セキュリティサービスは、指紋一つ、髪の毛一本ですら決して残さない。さあ、君の出番だ。何も言わずに笑って手を振るんだ。アメリカの大統領が WhatsApp で招待状を送らないなんて知らなかったよ。さあ出てきた。これが少年漫画で出てくる典型的なボスってやつだ。幼い頃から厳しい修行を受けて、死神、ヴァンパイア、海賊、ガールズ&パンツァーと戦う。でも友人がみんな彼を裏切って、孤独のあまり闇に落ちるってやつだ。アーノルド、君が今いるのは一番人気がある少年漫画の世界だ。少年漫画の主人公は底辺からスタートしてトップに上り詰めて、最後はボスを倒す物語だ。しっかり修行を積んで、最終的にはあのボスを倒すのが君の使命だ。いや、いまいちだって。じゃあ学園ものはどうだい。10代の甘酸っぱい経験がまたできるよ。そうそう、アニメの世界ではね、女の子はみんな完璧なんだ。まあ男の夢を実現しちゃったって感じかな。そういう女の子のことを俺の嫁って言うんだ。まあ二次元の奥さんだよね。アーノルド、ここは君にぴったりじゃないか。いわゆるユートピアだ。エヴァンゲリオンだったりガンダムだったり怪獣が出てくるんだ。アニメを作るときはまず漫画を描くんだ。漫画はアメリカのコミックとほぼ同じだけど、読み方は逆なんだ。日本の漫画の量はトイレットペーパーの量より多いんだよ。昔は見向きもされなかったけど、今じゃ大人気の業界だ。この二人は君の義理の妹さ。おいおい、エロゲーじゃないんだから、これで終わりだよ。さあこっちが本題さ。頑張って、心のコスモを燃やして全集中の呼吸だ。頑張れ。ほら、しっかりガードしろって。気合だよ気合。ほら、相手が弱ったぞ。彼が使えるのは孤独の闇だけ。君が使えるのは温かい友情だ。その友情を力に変えるんだ。さあ君の力を見せてやるんだ。夏に公園を散歩する以上に楽しいことってないね。運命は選べない。運命が選ぶんだ。気をつけろアーノルド。おや、誰かが放射性廃棄物をこぼしたようだ。アーノルド、君も今やスーパーヒーローだ。マーベルに登場するウルヴァリンの最初の名前はバッジマンだったんだ。君の場合はビーバー、スカンク、キツツキマンだ。いいね。3つの力を手に入れたのは史上初だ。でも超人的な力を手に入れたのは君だけではない。例えば日本の剣術師範のマイチイサオは時速320キロで飛んでくる弾丸を切ることができた。セルビアのスラビシャ・パイキッチは文字通り2万ボルトを操ることができ、体に電気を通すことで料理をすることができるんだ。オランダのビムホフは冷凍の中で何時間でも耐えることができ、下着だけでエベレストに登ったんだ。君はどうなんだよアーノルド。おお、おめでとう。君は頭で釘を打つことができ、ダムを作り、体の表面で強いノミを育てることができる。冗談ではなく、君が自分の力をくだらないと思うなら DC コミックのドッグウェルダーを読むといい。犬の溶接が彼の敵だ。
X 名のジャイでした。飲み明かした後でファンを操る力を発見した。バットマンの収益が980億ドルだって知ってたかい？スーパーヒーローであることは非常に儲かるビジネスになるんだ。そしてスーパーマンの最初のコミックブックはオークションで350万ドルで販売された。それから Google のリクエスト数から判断するとスーパーマンはアメリカの大統領よりも人気がある。アーノルド、これは非常にクールであることは間違いないんだが、どうやって食べていくんだ？ほら、世界が危険にさらされている。君がいなければ崩壊してしまう。わかった、私が君に警告しなかったとは言わないでくれよ。自分の症状をググるのは良くないことだって知ってるよな。ほら、気分が落ち込む、自信がない、だるい、精神科の予約を取った方がいいって。自分で診断したり勝手に治療しようとするのは本当に良くないからやめるんだ。だから、おお、抗うつ剤ってこんなにたくさんの種類があるんだね。まあどうせ君のことだ、説明書なんて読まないんだろうね。さて、プロザック2パック、セレクサ75錠、ゾロフォー5パック、レクサブロ半分、あとはカラフルな色の鎮痛剤がたくさんってことだな。でもこれで必ずしもうつ病が治るとは限らないんだけど、一回薬を始めるとなかなかやめられないんだ。本当に心配なのは三環系の抗うつ薬だけだ。まあ君のことだから遅かれ早かれそいつも使い始めると思うがね。ほら始まった。今回は何を飲んだのか見てみよう。 MAO 阻害薬は専門を引き起こすことがあって幻覚を見ることになる。めまい、震え、発作は全てセロトニンが阻害されていることが原因なんだ。三環系の抗うつ薬で幸せ、嬉しい気分にもなる。ところで8時間も食事をしていないことに気がついてるか？ファッションモデルは空腹を感じないために抗うつ剤を飲むことさえあるんだ。抗うつ剤を飲んでると夢はより近く、より具体的に見える。そう、目が覚めるとあれは夢だったのか現実だったのかもうわからない。もう治療やめるのか？おい、アーノルド、何をしてるんだ。薬を流しちゃいけないんだ。この間抜け、抗うつ剤が下水に流れたせいで魚が攻撃的になったんだ。トビーはピラニアだって忘れてただろう。ブルオキセチンが水に入ったせいで魚は個性を失いつつある。その効果は後世まで残るんだ。ああ、アーノルド、獣医に連れて行った方がいい。自分で診断して治療しようとするとどうなるかもう忘れたのか？おや、ピラニアは人の味を覚えてしまったようだ。お前らに一つだけいいことをしてやる。この中で一人だけ月に行くミッションを与えてやる。番号2871番。さあ前に出るんだ。やあ、アーノルド。地球から月までの距離はおよそ384,467km。月は毎年 3.5cm ずつ離れていってるんだ。これまでの人類の歴史で月面を歩いたのはわずか12人だ。そして君が13番目だ。まあいい番号じゃないよね。でもさ、想像してごらん。君以外誰もいないんだ。まあ夏のマイアミビーチじゃないけどね。気温はマイナス173度。しかもどこへ行っても地球上の200倍の放射能がある。だからそれはダメだよね。それじゃあお客さんになったつもりでホテルでゆっくりしよう。オープンは2025年だってさ。それなら月の裏側へ行こう。ほら、
宇宙飛行士たちが残した乗り物がたくさん残ってるよ。さあ、ルナローバーに乗るんだ。エンジンスタート。信じられないかもしれないけど、月には海があるんだ。まあ固まった溶岩なんだけどね。それはアクセルだ。ブレーキ。やれやれ、中国製のルナローバーにぶつかってしまったよ。ああ、宇宙服に穴が開いてる。これはまずい。ヒューストン、問題が発生した。大丈夫だよ、救助が向かっているからね。まあ、あと3日はかかりそうだ。できるだけ酸素を節約するんだ。頑張れよ、アーノルド、すごいぞ。君は無事に救助されたんだ。まあ、指は仕方がないよね。アーノルド、君は今やヒーローだ。 NASA から火星行きのミッションをもらったよ。ひどい伝染病が世界中に広がったんだ。感染すると体に斑点ができて、顔中にブツブツができて、咳が出て前歯が抜けてしまうんだ。ブラックマーケットではワクチンが出回っていて、人々はそれを買い求めるようになったんだ。でもこのワクチンまだ承認されていないから、大きなリスクがあったんだ。それでもみんな普通の生活を取り戻したいから、このワクチンを打ったんだ。いやあ、アーノルド、何をしてるんだい。おや、今日はデートかい。すごいじゃないか。でもこのレストラン、ロマンチックには程遠いけど、本当に大丈夫なのかい。相手が来たよ。わお、どうやってここに来るように説得したんだよ。おやおや、ずいぶんゾンビがたくさんいるね。アーノルド、スージーが倒れてしまったぞ。ゾンビたちは大抵緑の体をしていて、匂いはまるで私のおばあちゃんの足の裏の匂いだ。外見は3日間飲まず食わずでゲームをしているゲーマーみたいだけど、ゾンビたちは好物があるんだ。それは人間の新鮮な脳みそだ。アーノルド、どうするんだい。バーンバーンバーン、なんてこった、一体誰だ。なんてこった、不死身のチャック・ノリスじゃないか。戦いに必要なもの全部持ってるよ。さあ、パーティーの時間だ。うわ、こいつはまるで野生の獣だな。でも無敵だ。まだゾンビがいるのか。どうやらこの大きいのが最後らしい。それがパンチか。こいつがパンチだ。残念だけど、この状況じゃ君のデートもできないね。スージーを連れてここから逃げるんだ。ああ、ずいぶんいるな。早く車を出せ。いや、もう大丈夫だね。なんてこった、スージーの指がなくなってる。まるで君みたいだよ。まずいぞ、ゾンビになりかけてる。早く対処して彼女を助けるんだ。何、彼が助けてくれる。一体誰なんだ。彼はグレゴリー・ラスプーチン。20世紀で最も謎が多い人物だ。催眠術と並外れた癒しの能力があると言われてるんだ。ずいぶん不気味なところだな。スージーを呼んだレストランよりもひどいよ。これから何をするんだい。ここは一体どこなんだ。これ近所の歯医者みたいだな。思い出したくないな。もうそれ以上行かない方がいいんじゃないか。これはロシアの伝統的なお祝いだ。ウォッカにバラライカ、クマ、朝までダンス。探していたのは彼だ、グレゴリー・ラスプーチン。ずいぶん酔ってるな。もうウォッカの飲みすぎだ。使い物にならないよ。もう自分たちがどうにかするしかない。彼は放っておこう。新しいワクチンのことが話題になってる。みんな隠れて自分で打ったようだが、危険な副作用があり、人間がゾンビになってしまったようだ。ラスプーチンはこの薬の研究をしていたのだ。まさにネクロマンサーだ。彼はこの状況を利用してウイルスを殺すワクチンを作り、ゾンビを作り出していたわけだ。これにはチャックもショックだ。さあ、君の出番だ。なんてこった、すごすぎる。テキサスレンジャーのウォーカーよりすごいよ。ジャンクロード・バンダムが教えたらしいけど、まずい、催眠術だ。ラスプーチンは簡単に倒せそうにないな。アーノルド、残ってるのは君だけだ。
アーノルド、君は戦士だ。学んだことを思い出すんだ。君にかなうやつなんているはずがないんだ。アーノルド、後ろ。やっぱりな。さようなら、アーノルド。君はいいやつだったよ。なるほど、そういうことだったのか。まあ、よかったじゃないか。相手がゾンビだけど、君も結婚ができたんだしね。それに君もゾンビだ。それでも構わないさ。ゾンビだって愛し合えるんだ。